第45回増毛秋の味祭り。増毛の秋は美味しいものが勢ぞろい。第45回増毛秋の味祭り、日時は2016年9月25日日曜日午前10時スタート。場所は増毛港中央埠頭です。ホタテも鮭もフルーツも増毛の秋の味をたっぷりとお届けします。秋鮭限定販売、リンゴにブドウ、洋梨、南留萌産の美味しいお米など農産品もあります。鮭とば、荒巻鮭、塩たらこ、磨きニシンなどの水産加工品もあります。最北の酒蔵、地元限定酒もお目見え。うまいもの屋台街でお腹もいっぱい。炭火焼きコーナーではその場で買ったホタテをすぐに焼けます。増毛の秋の味をたっぷりと味わったらアトラクションで盛り上がりましょう。留萌開発建設部の港湾業務艇ゆりかもめで増毛港を見学したり、祭り名物大人気のホタテフリスビーにチャレンジしたり、大抽選会で増毛の特産品もゲットできるかも。海の幸、山の幸問屋増毛町は美味しいものだけではありません。 NHK の番組体感ランド、ザ・どーもくんバンドショーでキッズも楽しめます。歌謡ショーには細川隆が登場。増毛が舞台の新曲北海無法松発売記念イベントで大盛り上がり。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、家族みんなが楽しめる、笑顔になれる第45回増毛秋の味祭り。ご家族揃って秋の一日を増毛港でお過ごしください。第45回増毛秋の味祭りに関するお問い合わせは実行委員会事務局へ。電話番号市外局番 0164-53-3332 番までどうぞ。また留萌観光連盟のウェブサイトもご覧ください。パブリックメディア型観光情報サイト留萌クラブで詳しくご紹介しています。ホタテも鮭もフルーツも。第45回増毛秋の味祭り、2016年9月25日日曜日午前10時スタート。場所は増毛港中央埠頭です。お楽しみに。